皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は、ね、新しく加わる動画のシリーズ、これについてお知らせします。そのシリーズは英語が超苦手な人のための高校受験音読英語、このシリーズが始まります。これ対象はタイトルにあるように英語がめちゃくちゃ苦手な人ね、自分が何がわからないかもわからない、授業を聞いてもさっぱりわからない、そういう人のための動画です。レベルの目標、まず英語が超苦手というところから、英語が普通ね、まず苦手じゃないって感じるくらいになる。レベルとしたら中学1年の最初のレベル、めちゃくちゃ簡単ですよ。そこから中学2年生が終わるくらいまで、そこまでの内容を身につけます。英語というのは積み重ね、ね、知識を積み重ねてそれを利用してできるようになっていく科目なので、一気に勉強ができるようになるというのは難しいんですよね。でも高校受験を控えた中学3年生の人、ね、英語が苦手、嫌いだからといってこの英語を勉強しないわけにはいきません。でも英語はできないって、じゃあそれまでね、どんな勉強してきたかって考えてみたとき、英語が苦手になっちゃってる人というのは、これ英語を読む練習をしてない人がとても多いんですね。で、英語を読めないまま勉強している、そして学校の勉強もわからないままどん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 先へ進んでいって、さらにわからなくなって嫌になっちゃったと、超苦手になっちゃったと、でそういう人が多いんですよね。ですからこれ、今度英文を音読して、音読していく中で、その中で文法のルールとか単語の使い方ね、これを文章の中で身につけようというのが今回のシリーズの目標です、目的です。その時大切なことは、意味が分かっている英語を音読することです。ですから出だしの英文はめちゃくちゃ簡単です、ね、こんなところから始めるのというくらい簡単なレベルから始めていきます。で、英語を口で、ね、出して読む、声にすることでその音を聞き取れるようになって、リスニングの力もついていきます。英文を読んで英語の順番に理解する、その感覚も身についていくはずです。どうぞ英語は超苦手な人、ね、私と一緒に今度このシリーズで、ね、勉強していきましょう。まあ、英語が普通の人はこれまで作っている英語の文法の動画、練習問題の動画、そちらを利用してください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。